えー、はい皆さんこんばんはおじいさんですいろんなゲーム機で遊んでいますか本日はちょっとまあおまけ動画じゃないですけども、えー、結構僕がねこう、えー、とこれですね、まあえー、はいこ、えー、紹介するのはこちらなんですがもうサムネイルね見てもらってる通りちょっとね、まあ、検証動画ってものを一応お見せしとこうと思います結構ね、まあ、こういうこと起こってるよって言っても、まあ、ちょっと動画とかにしてなかったので信憑性ないかなと思うんで え見てもらおうと思いますでまず用意するのがこちらですね 351M はいまずこれ起動させますね普通にこれはだから 351M のオリジナル OS ですねオリジナル OS もともと入ってたやつなんで3.8のえっとエミレックですかねアンバーニックの公式のまあ公式っておかしいですけどまあ、改変したやつですねこれまあちょっと システムインフォーメーションではい3.8で今これ普通に動いてますよねこんな感じでねまあちょっと一個ゲーム動かしましょうか PC エンジンのあ、まあ、ビックリマン動かしますわまあこんな感じで動きますよねビックリマンねはいでまあこれちょっと終わりますわね ちょっとこれノーカットで見せた方がまあ信憑性もあるでしょうからこれシャットダウンさせますはい終わりましたねでこれをマイクロ SD 抜きますはい抜いてでこちらですねこれまあ両方抜きますわねこれが下でこれが上でこれをまず上に1個だけ入れますどうなるか あの今 M から出したやつねこれ電源入れますほらおかしいでしょはいバイブレーションはするけどあの「エメエレク」e、っていう字も出ないし立ち上がらないんですよここ電気がついてるから通電はしてるんですよねはいこういうことになりますはいだからえっと 使えないいっていうことですですちょっとこれ強制修理をしますはい消えましたでもし下のやつを入れたらどうなるかはいだから本来レードの相手じゃないやつですねこれを入れたらどうなるかやってみましょう壊れても知らんけどねはいまたおかしいですねでバイブレーションはするでつかない ここういういとなんですよだからやっぱりうーんとにかく僕の、あのー、351M の独自 OS のやつは無理ですこの通り見てもらったら分かる通りこれ分かりやすいですよねでこれ電源切って今上だけが違うよねうおブブブックした <laughs> じゃあもう一回上を、まあこれ最初はこれ一回僕試してるんで、これでこいつは壊れないことは分かってるんで、まあ変に立ち上がってる方が壊れると思うんですけど、まず3チ 1M が生きてるかもう一回見ますね。はい、このように普通に起動しますね。で、バイブレーションが入って、 はい、無事起動してこちらは破損してないですこれ前もやって今テストしたんで,、はい、でこのようになりますでこれが上の SD カードですねで下の SD カードでこれでじゃあ電源入れてみましょうはい普通になりましたね表示が。 起動はします、はいで次のテストに行きましょうじゃあこれ電源消しますねシャットダウンシステムはいすいませんちょっとこれ緊急検証なんで申し訳ないお許しくださいここにちょっとメタル出てますけどもねそれではえっとこちら 351V を、えっと、接続します FTP でね <laughs> えっとまずは2つ差しです2つ差した状態で表示させますえっとはいこのように普通のフォルダー構成で見れますよね で、ちょっと見ていただきたいのが、じゃあ、例えばちょっとテストしますね。えー、ロムスの中の、こちらですね、FDS。こちらに今、えー、スーパーマリオブラザーズ2入れてますよね。はい。これ、例えばですけど、コピペします。はい。で、このように、スーパーマリオブラ,ブラザーズ2コピーというものができましたよね、今。はい。 これで、えっと、1回接続を切ります。はい、えー、電源が切れたので、えー、下のスロット2の SD カードを抜きます。で、1枚になります。で、これでもう一度電源を入れます。電源は入るんですよ、これ。 切りりわるんですすねこのように電源を入ります面白いことが起こるのでお見せしますじゃ本来なら、えー、FDS のフォルダの中にマリオのこれ今つないだもまねマリオの、えっと、2と、えっと、コピーですねコピーされたデータがあるはずですはいそれではもうこれ見て分かりますよねゲームデータ全部なくなってるんですようんこれ分かりやすいよねないでしょ全部ほらゲームデータがないってなってるんですよ はい、じゃあちょっと見ましょう。ここ面白い実験しますんでね。はい。先ほどと同じフォルダを表示しました。それではロムスを見ていってみましょう。はい。えっと、見てわかるでしょうか。先とフォルダ構成が全然違うでしょう。で、ここに、えっと、はい。ファミコンの下、ディスクシステムのフォルダ自体がないですよね。ね。不思議でしょう、これ。 だから、二つ指してる時ときと、一つ指してるときのフォルダーは同じものが表示されてるんですよ。これが僕の言ってたやつなんですよ。ここは一緒でしょ、見た目。でも、ロムソの中だけ違うんですよ。うん。で、面白いのが、これはメディアフォルダーではないのに、これ結局勝手に認識してるってことなんですよ、要はね。こっちを。だから、メディアフォルダーが別にあって、 例えば、これの、ここにロムスがなくて、で、こっちだけにロムスが入ってるんやったら話わかるでしょ。二つとも、このメインの画面は出るのに、でも、ロムスの中だけ取り扱いが違うんですよ。そもそも中のフォルダー構成が全く違うでしょ、これ。今多分ここ二つ出しときますわ、画面。これがね、すごく不思議なんですよ。だからこれちょっと、あのー、視聴者の方から、レイド仕様だねって言われてたのが、ちょっと、 まあレイドって言ったら同期させるんですけどもまあ雰囲気的には2つを1個の方のレイドですよねだからそういう風な扱いでなんかね独特なんですよねだからこれうんだ,からこのいだからやっぱり 351M の SD カードを入れてもバグるっていうのはやっぱりそこの処理だと思うんですよでそもそもここに別確かに別スロットにして第4世代でこっちだけを認識するってこと今のところ多分無理なんですよね うん、だからこういういここことが起こってたんですよ、はい、これをちょっとねあの見てもらおうと思いましたちょっとおまけなんでねなんかちょっとあ僕の言うてること信憑性に欠けるかなそれちょっとねこの一つ一つをパソコンにさせてほら映らないでしょっていうのはちょっとお見せできないんですけどそもそもこのシステムこれを見てもらったらその理由はわかると思いますものすごい独特なんですよ、うん、だからこっちだけにゲームデータのフォルダーが出たりとか管理さえ出たいのにちそれぞれ同じフォルダーこのなんていうかな フォルダー前の構成は一緒なのになぜかフォルダーだけ別にな扱いになるというものすごい特殊な仕様なんで当然これ1個ずつでパソコンが認識するわけないんですよねだから、うん、だからちょっと不思議なものですでこれが、うん、僕がいつも言うように、うん、僕今回まあ提供を受けてるのが、えっと、レトロミミさんですけどもじゃあ他にもいろんなショップ例えば売るよねいろんなショップが他にも有名な。 それらが全部この OS なのかっていうとそれは僕は分かんないですうんいつも言うけど僕はいつもいいように僕おじいさんがあのこうお見せしてるのはここで買ったやつだよとかって言ってるのと一緒でこのまあ構成が全部のやつがそうなのかうちだけがそうなのかはちょっと分かんないよね。 だから OS がまず何使われてるのかもわかんないもしかしたら他にも ArcOS とかバトセラとかサンゴイチエレクとかいっぱい OS があるかもしかしたらどれかは動くものがあるのかもしれないうんけども僕はちょっとそれは今はかんない僕の手元にやるのはこういう状態やったってことだけ覚えておいてくださいでも逆に言ったら僕はだから1枚の OS の時にこっちにじゃあゲームフォルダを入れてそのゲームフォルダをどうやって読み込ませるのって思うよねこのこの OS の仕組みがないと。 うん、だって自分でゲームを探しに行くっていう選択できないでしょこの第3世代はそれができる好きなところにゲーム入れて自分でエミュー立ち上げた後にここここのフォルダーぐるぐるぐるっと潜っていってやるってできるけど第4世代はそれ無理やからね、うん、だからそれをもしバラバラに管理するものがまあ出てきたりあったりするんならそこはちょっとすごく気になるよねだからそれもやっぱシステムの OS ででも管理しないといけないと思うしもしここメディアを分けてたとしてもねうん ここういういとになってるんですよ、はい、だから1個1個では読み込まないっていうのは当然やと思いますでも別個にこれ入った時とこれ入った時違う管理になってるっていうのは面白いです、うん、だからこれ1個入れてる時とこれ2個入れた時ここが表示違うんですよ、うん、っていうちょっと面白いことでしたえー、はいそれでですね え最後に一個、えー、と検証をしますすそれはですね今日ちょっとあのこれ全部撮り終わった後にラジオやったんですけども、えー、そこでねあの解像度の間違いを指摘していただいたいつものね、えー、我がチャンネルの2トップの1人の方にあの解像度増やしてみたらって言われたんですよ。はいで、えー、とやりました。 えっと、ドリームキャストですね僕ドリームキャストが文字潰れしてるんだよってでそれやっぱり、あのー、一緒だったねって言ってたんですけども、えー、解像度を増やしてみなさいと言われたので、えっと、やってみました、えっと、方,方法がですねドリームキャストを立ち上げてで、えっと、メニューを出してくださいこことここね押してでこのクイックメニューっていうところの中のえっとこれですオプション これをポンと押すとこうやってメニュー出てくるんですけどもこの中にこここのイン,、えー、インターナルレゾリューションリスタートこれを初めは 320×240 になってるんですけどもこれを 640×480 にしてくださいこれでえっと戻りますこれで一回再起動かけますリスタートするとですねなんとすごいことが起こりました 初めの文字見といてくださいね。ここに。ま、バグってた。バグってたってか文字つぶれ起こしてたやつ。この後ですね。はい。なんと、きれいに表示されました。すごいきれいですよね。で、動きなんですが、あのね、僕ね、遅くなると思ってたんですよ。実際、レトロパイで遅くなるんですよ。でもね、 あのこの3五一 V ははい見ての通りねそんな遅くならないんですよ、うん、だからほぼほぼでも確かに一緒かなっていう気もしますちょっと見てもらいますねねほとんど一緒でしょなんか逆にちょっと早いかなと思うぐらいな,なんでやろこれなんか不思議 だって前前解像度低いので見てもらってるでしょみんなにだから別に僕嘘ついてたわけじゃないしあの通りやったんですよなんか逆に軽快になってるんですよねちょっと解像度上げた方が <laughs> なんか不思議もう分かれへんわ何が起こってんのか なんかこれがでも全部に当てはまるのか分かんないだからすごいランあちょっと重くなってきたねちょっと処理が溜まってきたねうんちょっと重くなってきたねまあだから早くはなってないんだろうねだからやっぱり SD カードのキャッシュの兼ね合いがすごくあんのかなっていう感じはします画面むっちゃ綺れよこれちょっとアップで見るほら すごいでしょすごい画面綺麗これすごいねこれはすごいと思うこれはね V すごいわこれすごいわ <laughs> 落ちたねうんこれはね V パワーすごいと思ううんめちゃくちゃ綺麗ほら 2>, 2倍やからねそれは綺麗やわね はい、ということで、えっと、またもやね、あのー、我が家の我が家, <laughs> 我が家の視聴者もう家見たらもんやね、うん、うちに見に来てくれる人は家族みたいなもんなんでもうね、えっと、息子に教えていただきました <laughs> 解像度を上げろは正解でしたでスピードはあのーまあ、ほぼほぼ一緒と言っていいと思います。 はい、なのでぜひともかフライキャストが全部上げれるんでだからねあのー、ドルフィンブルーは僕のやつは遅いんですけどもあのー、その息子はね非常に早い <laughs> 息子ってなんかちょっとやらしい感じですけど <laughs> 息子曰くはかなり早いよと言うんですけどうちこの 351V ではそんなに速くない方のバージョンの、まあ、見てもらった通りですで,でもねやっぱ画面はすごい綺麗になりましたよ、うん、なのでフライキャスト系はこれで画面綺麗になるんでぜひとも解像度上げて遊んでくださいはい。 おままけににしては結構大事なな情報になったと思います、えー、この動画で初めておじいさんのことを知ったよってしたチャンネル登録していただくと嬉しく思います。えー、でね、あのまあ、こんな感じで僕はまだまだ至らないところがたくさんあって、まあ、今日までもねみんなに教えてもらいながらああそうなんだそうなんだっていう感じで、まあ、乗り越えてきた部分もね本当に多々あるので。 ゲームの発売なんか僕全然知らなくていつもみんなからね出るぞ出るぞってね買うのかって教えられてるぐらいなのでえまたいろいろ僕の動画でねここはこうだよっていうまあ何か方法があれば教えてみてくださいただねあの分かれへんやつもやっぱあるのはあるんですよ僕頭悪いんで理解がちょっとできない難しい話の時もあるのでその時はごめんなさい分からないっていう言い方をすると思いますけどねはいえーそれではまた次回の放送でお会いいたしましょうさよならだからそういう意味では 351V いいよねうーん